ギャルちゃん、難しい顔してますけど、何かあったんですか？あんたこそ、珍しくため息なんかついて、何かあったんじゃないの？実は、ここのところ、ずっと誰かに見られているような気がして。あんたも？実は私もなのよ。背後から視線を感じるの。まさか、ストーカー？許せないわね。ペコリーヌ様、ギャル様。コロスケ、いつからそこにいたの？まさか、コクロちゃんも最近背後からの視線を感じたりしますか？いいえ、私は別に。おかしいわね。じゃあ誰が？お二人ともご安心を。犯人は分かっております。コクロちゃん本当ですか？一体誰が？ここのところ、主様とペコリーヌ様が、または主様とキャル様が出かけているのも、エリコ様、アユミ様、そして私が、それぞれ交代してストーキングしておりました。あんたらが犯人だったのね！キュ。プリコネチャンネル、リダイブ！ラジオをお聞きの皆さん、1週間ぶりですね。おいっすー。ペコリーヌ役マオです。ラジオをお聞きの主様、おいっすー。ココレ役伊藤美久です。ラジオをお聞きの皆さん、ぶっこおいっすー。ケル役立花梨花です。今回のオープニングショート、ドッドンドン、コント台本はプリコネームルリーロピースさんの投稿でした。うーん、ありそうありそうですね。やりそうな人だやってましたね。さてさて、今回のオープニングの話題、プリンセストークのお題はこちらです。うん、プリコネームスッチーさんからいただきました。ありがとうございます。美食年の皆さん、おいっす。おいっす。プリコネには多くのビースト族のプリンセスが登場しますよね。うん、例えば猫のビーストであるキャルちゃん、ウサギのビーストであるミミちゃんなど、可愛い子たちばかりですが、お三方が今後登場してほしいビースト族のプリンセスはいらっしゃいますか？というわけで、プリンセストークのお題は新しく登場してほしいビースト族のプリンセスです。なるほど。ちなみに僕個人的には鳥のビーストなんて可愛いと思います。確かに、羽などが生えていれば天使感あふれる子になるのではないでしょうか。本当だ、最高やないか。いいな、羽。羽いいですね。どんな動物？ビースト、どうしようどうしよう。あれ、ミーアキャットさんって言いましたっけ？いや、ミーアキャットいなかった気が。ミーアキャットも可愛いやん。ミーアキャット可愛いね。キョロキョロしてる感じ。あの普通ずっと立ってるんですけど、立つ時に気づいたら手がミーアキャットの あれになってるやつ。スンって可愛い。私ハムスター飼ってたから、うん、ハムちゃん、あのいい、ね、めちゃくちゃ食いしん坊で、ペコとすぐ仲良くなれそうな。確かに。ずっとここのほっぺに、そうそうそう、ほっぺくらいでほしい。もぐもぐでちょっとあんまうまく喋れない。いいね、あ、可愛い。可愛い。可愛いみたい。なんだろうな。結構大きい動物とかでも可愛いと思うんですよ。キリンとか。うわどうですか。いいかも。キリン、めっちゃスタイル良さそう。首普通ぐらいのキリン。あ首もキリン仕様になっちゃうとちょっと話すの大変になっちゃうので。でもリマさんがいらっしゃいますからね。あ、確かにそういうパターンもあるかって。確かにそういうパターンでもガッツリキリンかもなるほどね。そっから変身するかもしれないですね。楽しみだな。いいな、いろんな動物いるからな。パンダとか、あ、かわいい。かわいい。もしパンダちゃんだったら、あのメタモルササの葉を食べたら。メタモルササの葉いい。かわいい。絶対ちょっとチャイナっぽい感じに、あ、かわいいね。デザインしてもらって、うんうんうん、いいですね。いや、いいな、ビーストいいな。いいですな。限られ人魚姫とかもいてもいいのよ。人魚姫、メールもいいのよ。人魚姫さん、なんか素敵ですね。一緒に旅できないけど、でもあの海の時とかの限定のあのイベントをしながらみたいなね、はいはい、人魚さん、はい、いてもいいのよ。わー、確かに可愛いの。可愛いわね。ペココロにもちょっとつけ耳でいいからやってほしいんだよな。あ、耳つけて、何耳が似合いますかね。え、なんだろうな。うわ、なんだろうな。ココロはあのホワイトタイガーみたいな感じの、丸みのあ
丸のがいい。あ、丸いのいいね。丸いのがいい。確かに確かに。え、ペコ。うわ、なんだろう。ペコなんだろう。ペコはなんとなく触覚のピョコーンがとても私的にパッと見今ウサギと思ったけど、うんうん、ミミちゃんと多分違う種類のウサギちゃん。ウサギいいですね。いい。垂れてても可愛いな。可愛い。垂れ耳。垂れ耳ウサちゃん。似合いそう。垂れ耳も。可愛いな。好きだ。いいですね。いいですね。みんなにつけたいぐらいだ。みんなにつけたい。ちょっと見たいですよ。膨らむな。膨らみますね。さて、プリコネチャンネルリダイブ。この番組はゲームそしてアニメプリンセスコネクトリダイブの世界や魅力を余すところなくお届けするラジオ番組です。それではそろそろ冒険の旅に出発しましょう。プリコネチャンネルリダイブ第191回。プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたします。プリコネインフォメでは、ここでゲームプリンセスコネクトリダイブの最新情報をお知らせします。ガチャ情報です。星3確定プラチナガチャを5月21日より開催予定です。星3キャラを1キャラ以上確定で仲間にすることができる特別な10連ガチャです。期間中に優勝ジュエルで一度だけ購入することができます。お見逃しなく。キャンペーン情報です。5月23日からクランバトル応援キャンペーンとしてスタミナ消費時プレイヤー経験値獲得量 1.5 倍キャンペーンを開催予定。キャンペーン期間中、メインクエスト、サイドストーリー、成績調査クエスト、神殿調査クエストクリア時に獲得できるプレイヤー経験値の獲得量が通常の 1.5 倍になりますよ。続きまして、5月26日からこちらもクランバトル応援キャンペーンとしてノーマルクエストドロップ量2倍キャンペーンを開催予定。キャンペーン期間中、メインクエストノーマルをクリアした際に獲得できる報酬の量が通常の2倍になります。同じく5月26日からクランバトル応援キャンペーンとして探索ドロップ量2倍キャンペーンを開催予定。キャンペーン期間中、探索クエストクリア時に獲得できる報酬の量が通常の2倍になります。こちらも5月26日からクランバトル応援キャンペーンとして成績調査、神殿調査クエストドロップ量2倍キャンペーンを開催予定。キャンペーン期間中、成績調査と神殿調査クリア時に獲得できる報酬の量が通常の2倍になります。以上、プリコネインフォメでした。プリコネチャンネルリダイブ。改めまして、パーソナリティのプリンセスコネクトリダイブペコリーヌ役マオです。パーソナリティのココレ役伊藤美久です。パーソナリティのキャル役立花梨花です。今回の番組前半はこちらのコーナー、推しプリー。はい、こちらはリスナーの皆さんの一押しのプリンセスについて投稿していただくコーナーです。聞いちゃおう聞いちゃおう、プリコネーム1万5000さんからいただきました。ありがとうございま す。美食伝のお三方、おいっすー、おいっすー、初投稿です。ありがとうございます。今まで聞くだけでお腹いっぱいだったラジオですが、本日インストールから1万5000時間を迎えたので、思い切って投稿してみようと思います。それでプリコネームが、うん、ありがとう、ありがとう。僕の推しプリはつむぎちゃんです。はー、わかる。まずふわふわに巻かれたピンクの髪のツインテールがとても似合ってて可愛い、いい。長さも肩までのところと腰まで伸びているところのこのバランス、絶妙でいいんですよ、こんな可愛い見た目をしておきながら性格がソフトなツンデレさんなんですよ、可愛くないわけがない、ツンデレ度合いはケルちゃんよりも柔らかめだとは思いますが、それでも別に寂しくないしなど、ツンツンしているところにハートを打ち抜かれそうです、デレの相手がレイさんで騎士くんじゃないのだけちょっと惜しいですがずっと好きなキャラです。いやー、熱いラブコールが、そう、レイさんの前の態度とこうちょっとね、そうギャップ、かわいいってなっちゃいますね。続いてはプリコネームキャルキーコングさんからいただきました。ありがとうございます。僕の推しプリはリンです、いつもぐーたら仕事もだらだら、そしてやるときは
ほどほどにやる過去笑い。そんなマイペースを崩さないりんちゃんを養いたい。りんちゃんが口を開けたらアンパンを運ぶ係を志願します。一番好きなところは何と言ってもやられボイス、ジーンと言って洗浄を去りますよね。あーなんとけなげな、養いたい。そんなりんちゃんはどこで会えるでしょうか。いつまでも探してますと。いただきましたよ。愛に溢れている。あら、いいですよね。そんなこと言ってたらもうコロスケみたいになっちゃう。あ、何でもくぐったらいいよな。可愛いよ。可愛い。そこがいいよ。そうなんだ。尻尾もふもふしたい。ね、可愛い。続きまして、プリコネームシュガーさんからいただきました。ありがとうございます。最近はシェフィをしています。お、メインストーリーでしか出てきてくれてませんが、今は意識が戻り普通に喋れるようになっていますよね。うん、戦闘もできるようになり、あのシェフィの剣を反対向きに持っているところ、あれ良くないですか。語彙力ありませんが。そこも好きなところでもあります。たまに、幼児対抗してしまうところもあり、岸くんのことをお兄たんって呼んだり、コッコロタのことをママって言いかけるところが本当に可愛すぎます。メインストーリーもこれからどんどん進み、これからどういう展開になっていくのか楽しみすぎて夜しか眠れない。寝とるやないかい。いいですよね。そう、いいですよ。どっちも剣をね、反対向きに持ってるところいいと思いますよ。いいよ、もう大好き。ローディングの一コマ漫画のシェフィーがめっちゃ可愛い。うん、そう、あそこにも出てきてくれずに、あれ好き。いい、シェフィー様。続きまして、はい、プリコネームカズキさんからいただきました。ありがとうございます。美食伝の皆様、ウィッスウィッス。僕の推しプリはアンナちゃんです、うん、その理由は、普段は12秒チックな話し方をしているのに、岸くんが近づいた時などに声が弱々しくなり、話し方も敬語になるからです。可愛すぎます。天に召されそうになります。わかりますか。わかりますよね。星6待ってます。妄想圧は感じる。圧が。わかりますか。わかりますよね。わかりますよ。星6ね、ね、ギャップがいいですよ ね。確かに確かに。そして続いてはプリコネーム、んラースドラゴンの姿にさんからいただきました。あ、美味しそう。姿にって言われたら確かに美味しそうな気がして。あ、美味しそう。待って待って、僕の推しはキャルちゃんです。 ありがとう。プリコネを始めたきっかけは、ああシャドーバーストのコラボです、うんうんうん、コラボにあったクエストのミッションに、猫耳の魔法使いキャルを破壊するというのがえと思ったからです。そしていざ始めた時に友人に何をすればいいのか聞いたところ、メインストーリーを読んだらいいよと言われたので、爆速で進めて読んだら、一度仲間になりまた敵になり、ケルちゃんがどうなるのかハラハラドキドキしてるうちに好きになっていました、うん、ケルちゃんの名シーンといえば、最近は2部5章9話呪縛の先にが上がりますが、うん、やっぱり僕は1部12章14話あの日に帰ろうが一番の名シーンだと思います、うん、あの時の感動が今でも忘れられませんと、うん、涙ちょろりだ本当に。いやでも嬉しいですね、シャドバきっかけで知ってくださって。そうですね、確かにミッション、うん、キャルを破壊するそうなのよってなりますよね。タイトルだ。文字だけで見るとねちょっと強いんですけれども、うん、はい、まあでもね、こうやってラジオも聞いてくれて、はい、メールもくれて、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。以上、今回の番組前半は推しプリをお届けしました。お気に入りのキャラクターに出会ったら投稿お願いします。ゲームプリコネにはキャラクター、ストーリー、バトル、イベント、ギルドハウスなど多彩な要素がありますので、いろんな角度からメール送ってみてください。投稿よろしくお願いします。番組後半はあんなコーナーやこんなコーナーをやっちゃいます。最後までお聞き逃しなく。ではここで一曲お聴きください。ストーリーイベント祈り SOS タイムトラベルドラゴンズエンディング曲、かや CV 小市誠さん、誉れ CV 大西沙織さん、祈り CV 藤田茜さんで、スイーツザデイ。歪んで光る太陽を偽りに満ちた世界、最高壊れた時の正しさ、自動修正は不可能、シャワーが示す破滅の果てまで出ろ、
響く先へ針を進めよう取り戻せ奪い取れ決められた道を歩くなんて退屈すぎて羽ばたいて全力で旗のものは焼き尽くすだけ凶楽の炎で プリコネチャンネル2大分。では今回の後半はこのコーナープリコネ大喜利。こちらはいわゆるネタ投稿コーナーです、うん、今回はお題プリンセスらしからぬ攻撃誰のどんな攻撃です、うん、ちょっとご褒美ご褒美ご褒美っぽいものご褒美っぽいもののかだけご褒美っぽいもの あるよ一体何なのあるよそんなことはありませんどういうことなのこれ気になるわね、うん、では早速プリコネーム岸くんのワールさんからのプリンセスらしからぬ攻撃リノのどんな攻撃弓矢の弓を使わず和正さんのように矢を持って刺しに行くいやー怖い矢だけ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 いや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 ヒャーもやってほしいですねヒャーもやってほしいすごいなそっか単体攻撃になるのかな楽しいないやちょっと絶対笑っちゃうあでそれで敵が矢だけにって言って笑っちゃってちょっとしびれるみたいないいですねそれにしましょうあるのかないいねじゃあ続きましてこちらもプリコネーム岸くんのワールさんからのプリンセスらしからぬ攻撃ユキのどんな攻撃自分の持っている鏡をぶん回す大事なんでしょあれ大事だったんじゃないんか大事なんじゃないの大丈夫替えがありますいっぱいあります同じのがいっぱい家にありますあるんだなるほどねぶん回しようが危ないですよ割れちゃうからそうパリ痛そうだしな続いてプリコネーム石拾いさんからのプリンセスらしからぬ攻撃チカのどんな攻撃戦闘中に急に歌い出し前線に出て歌いながら拳で殴る歌いながらいや結局歌いながら絶対拳で拳振るうとき力入ってこうえぇってなるビブラートが効いていくのかもしれないわ意外にね確かに確かにロングトーン多分あのダダ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 連打になるでこの時だけ急にオリジナル BGM が流れて、はい、歌声が流れてあいいですねほほーほほそれはいいなそうなると見てみたい続きましてプリコネームペッコリーヌさんからのプリンセスらしからぬ攻撃日和のどんな攻撃グローブに鉄板を仕込む自分も痛いやろ自分も痛いっていもう昭和の不良ですそうカバンに入れるんと違うよ負けが手が痛いよ大変よこれはちょっとこれは日和にやってほしい痛そう続きましてプリコネーム PB さんからのプリンセスらしからぬ攻撃あやねのどんな攻撃プー吉の首をちぎってぶつけるあっいやーうーとまだいるのよまだいるのよやめてあげてよいないよちぎるようがちぎるようがちぎるかしゃべる鏡と一緒しゃべるのにつらい続いてプリコネームことイモスイスイさんからのプリンセスらしからぬ攻撃シェフィーのどんな攻撃体だけ凍らせてひたすらビンタ動けないんだ動けないもう往復もバン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 痛い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 なちょっとすごい確かに賢いですねそうですね連続攻撃そこに使うんだなるほど続きましてプリコネーム小石尾チップスさんからのプリンセスらしからぬ攻撃美里先生のどんな攻撃
強烈なビンタと最低の一言。これが一番、これがご褒美か。ご褒美か。なるほど。あれですね、みんなビンタ好きね。そうですね。ってシンプルにな、ところがやっぱお好きですね。じゃ続きまして、プリコネームずっと青春さんからのプリンセスらしからぬ攻撃、美月のどんな攻撃。あなた肝臓が悪いわね。それに脈拍も不安定になってる。近いうちに、これ以上はやめておきましょうか、と体の異常を指摘してくる。やだやだ、聞きたくないもん。え、言って言って、この近いうち何になるの。何を患うんだろう。心配しない、帰ります家にってなっちゃう。続いて、プリコネームレモンジュースさんからのプリンセスらしからぬ攻撃、ネネカのどんな攻撃。スマホの検索履歴を暴かれる。みんな大丈夫？大丈夫かい？大丈夫？痛い人は痛いんでね。何調べてんの？大丈夫か？見られていいか？いいか？続きまして、プリコネームペッコリーヌさんからのプリンセスらしからぬ攻撃、カリンのどんな攻撃。集めたガチャチケットでビンタする。いや、いっぱい持ってるよ。いっぱい持ってるよ。いっぱい集めてほしいんだよ。これで交換って交換だ、交換だ、交換だ。え、でもこれあれですよね、多分星6とかになったら、うんうん、今度ジュエルで殴ってきそうですから、ね、あ、ジュエル殴り。皆さんから集めたジュエルです。そうで、それでダーンって殴って、コロコロコロってなったジュエルをみんなで拾え拾え、今だ今だ、オレンだオレンだ。地獄のような絵になりそうですね。じゃあ続きまして、プリコネームイカリングシンジさんからのプリンセスらしからぬ攻撃、コッコロのどんな攻撃。ガムをくちゃくちゃ噛みながらヘラヘラ笑って、マジキモい、と精神攻撃。違うんや違うんや違うよ、コロスケがもうマジキモい、かっこ笑って。わー、ちょっとリアルなトーン。いやーやだ、これは心に来る、心に来るし、反抗期やん。うん、やだ、そんな心見たくないです。そんな心は嫌だなのよ。もう本当にそんな心は嫌だ、嫌だ。はい、ということで他にもたくさんありがとうございました。うん、以上プリコネおぎりでした。ということで、現在募集中のお題はプリンセスらしからぬ攻撃、誰のどんな攻撃、プリンスコネクト制作決定、あのプリンセスがどんなプリンスになる、プリンセスが YouTuber デビュー、どんなチャンネルです。楽しい回答思いついたら投稿お願いします。そしてそろそろお題も入れ替えの時期です。楽しいお題を思いついたらそちらも投稿お願いします。お願いします。さて続いては、お待たせしました、ゲームをしていて、あるいはアニメを見ていた時、リッカ様演じるキャルちゃんに一括してほしいことを送っていただく、キャル様の一括。イエーイ。なんだなんだいなんだい。プリコネーム鋼鉄の紙飛行機さんからいただきました。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。美食殿の皆様、おいっす、おいっす。先日仰向けになりながらプリコネをプレイしていたところ、顔にスマホを落としてメガネに傷が入ってしまいました。お、ケル様、こんなドジな僕を罵倒してください。あれあれあ、これ、あれ、タイムタイムトラベル、タイムトラベルしちゃった。あー、なるほど。あれ、確か先週コロスケさん、まあ、おやすみなさいで、はい、さいよ。そうですよ、はい、私はニララさんが、ニララさんに、はい、あ、慰めて寝かしつけてほしいですと言われました、はい、寝てくださいって寝てくださいって言ったんですけど、方や罵倒してください、いろんな人がいるもんだ。そっち、こちらはあのメガネに傷が入ってしまう。わ、これしんどいな。確かにちょっと困るわね。安いものじゃないですからメガネも、はい、そうですよ、お高いですからメガネも。いや、でもそんな大切なメガネ傷つけるなんて力ですからね。準備はできていますでしょうか。はい、じゃあキャル様の一括です、どうぞ。鋼鉄の紙飛行機、あんた仰向けになりながらプリコでしてメガネに傷入っちゃったの。バカじゃないの。だいたい同じようなことが先週あって、その人はコロスケに寝かしつけてもらったのよ。なのに私に罵倒してくださいだな
だって。そんなあんたなら傷が入ったぐらい逆に喜んでるんじゃないの？うわ、引くわ。まあでも私たちプリンセスを見るためには綺麗なメガネで見てもらわなきゃ困るからね。ちょっといいメガネでもすぐに買ってきなさい。うん、買ってきます、買ってきます引くわ引くわミララさんもちょっとキッズがすごい気になる。俺もそうだったってお大事に、お大事にみんなお大事に、みんなやりがちですからね、うん、ということで以上今回の番組後半はプリコネオギリとキャル様の一括をお届けしました。投稿お待ちしています。プリコネチャンネルリライブ。さて今回は発売中の CD プリンセスコネクトリライブロストプリンセスようこそ美食殿へより日だまりを聞きながらお別れです。番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。いっぱいコーナーありますので詳しくは響きラジオステーションの投稿フォームを参照してください。よくわからない場合はその他から送っていただければスタッフさんが仕分けしますのでお気軽に送ってください。投稿心よりお待ちしています。そして今回採用された方の中から1名様に非売品のアクリルスタンドを差し上げます。今回はどなたに？はい、今回アクリルスタンドを差し上げるのはプリコネームラースドラゴンの姿にさんです。素敵なお便りと、はい、名前で盛り上がっちゃった。姿にが美味しそうだという、いやいやいや目を覚まして、魔物よ、食べたいなっていう、プリコネームラースドラゴンの姿にさんはプレゼントアットマーク響き -radio.jp プレゼントアットマーク響き -radio.jp から郵便番号、住所、本名、連絡先の電話番号を送ってください。プレゼントは今後もずっと続きますので張り切って投稿お願いします。プリコネチャンネルリダイブは響きラジオステーションで毎週木曜19時配信。次回第192回は5月27日木曜19時に配信です。お聞き逃しのないようカレンダーにメモしておいてくださいね。ではプリコネチャンネルリダイブ第191回はここまでです。お相手はペコリーヌ役マオト、コッコレ役伊藤美久と、キャル役立花梨香でした。来週もプリコネチャンネルにリダイブ。プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたしました。プリンセストークおかわり。うわ、そういうことか、入りそびれちゃった最初、そっか、最初から強いことだったのか。そう、なるほどな。なんぞ、なんぞ、なんぞな。なんかあの今日のお題、プリンセストークのお題で、ビースト族で何かっていう話をさせていただいたじゃないですか。ああ、にゃにゃにゃ。なにゃにゃ。下にゃ。休憩時間もね、この合間とかも盛り上がってたんでね。ここでもうちょっと話させていただこうよ。ということで、イエーイ！こんなことがあっていいのか、ありがとう。あの休憩中に私が言わせていただいたのは、うん、シベリアンハスキーとかいいよね。いいと思います。なんと素晴らしい意見。絶対拍手を送りたい。イケメン。絶対美人。うん、整ってらっしゃるな。ちょっとこう、目がこうちょっと怖い感じの、ね、力のある目とかだといいですね。あの私は目つきが怖いって言われてるからそんなことないよみたいなやつ。いいそういうやつ。そういうのが明るめるの可愛いんだよな。可愛い。あとなんだろうな、コアラとか可愛い。めっちゃ抱きついてくれるやん。もう眠いから抱っこって言って。欲しい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 。あとなんだろう、逆にそのなんていうの、エキゾチック系のヘビさんとか、どう、どういう感じ、ちょっとセクシーな感じ。うわどれもいいですね。いいですね。なんか笑い方とかのシュルルルルルルって、エリコのクスクスみたいにシュルルルルルルって。あ、いいな、面白い。いいな。
戦闘時だけあの目があの、 あの蛇みたいなのキュッてなってる。好き。怖いけどいい。そこがいい。え、ゾウさんとかどうですか？大きい。めっちゃ可愛い。めっちゃ背高くて、うんうんうん、めっちゃ大きいんですけど。絶対あれじゃん、水の攻撃じゃん。うん。シュルルパオーンですよ。パオーンでやってくれるやつ、シャワーとか。あ、いいな。シャワーみたいな。いいですね。いいな。耳大きいみたいな。うん、あ、いいな。かわいい。いいな。あと動物。あと動物。なんだろうなんだろう。何があるか。何がいい。動物。何がいい。動物。動物園思い出そう。動物園思い出そう。動物園。動物園。動物。ペンギン。ペンギンいいですね。最高ですね。ペンギン。かわいい。ペタ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 とか。あ、ゴボンガ。あ、かわいい。ヒューって飛んでくれるの。いいな。かわいいな。あと何がいるっけ。案外お猿さんとかも可愛かったりするんじゃないですか。あ、間違いないです。確かに。ね、確かに。あのとやんちゃそうな。あの、お目目が大きいお猿さんなんでしたっけ。スローリス。ワオキスネガル。あ、全然違う。全然違った。全然違った。全然違った。あ、そっか、なんだっけ、ワオキツネザル的な。あ、そうそう、そっかそっかそっか。ところとかも可愛いだろうな。可愛い。そしたらもうキツネタヌキ入れようよ。お、タヌキも可愛いですね。変身してくれるやん。ポンポコ。キツネもちょっと妖艶な感じになりそうな。あ、でもキツネは、でも陛下が、あ、そうだ、なんかあの、銀狐じゃなくて、あの金の方。そうそうそう、キタキツネ的な。ゴンゴン的な。お前だったのかみたいな。お前だったのか。泣けてきちゃう。泣けてきちゃうから、ゴンの話すると。え、だとしたらもうちょっと涙目やミク。ゴンはもう心に来ちゃう。もうちっちゃい時から。え、だとしたら、いや、この先のメインストーリーね、全然わかんないですけど、はい、あのタヌキモチーフのキャラクターさんが出てきて、陛下の実は幼き頃からのライバルでしたみたいな。いいわ。ちょっとそこの友情。 いやでも強そうな、強いタヌキ。強いタヌキ。あ、どうしよう、見たいような。でもちょっといいな、そのポジションいいな。グヌヌポジション、ギャル的にはグヌヌですけれども。タヌキいいな、かわいいな、モフモフいいな。もう十分でいいぞっていう合図が来てしまう。まだあるぞ。おかわり3杯目いけます。おかわりって始まっちゃうと。またの次回で、次回に楽しかったでしょ。ということで、皆さんまた来週お会いしましょう。ゲームもアニメもラジオもお楽しみに。バイバーイ。